こんにちは。熊本のバスを釣ろうの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は氷川ダムに来てみました。12月の氷川ダムということでなかなか寒いですね。今外気が6度らしいです。で水温も今がスロープ周り時間が10時過ぎぐらいなんですけども、それで 9.91 度と一桁台ということでなかなかしびれる水温なんですけれども、水温も低いのでもうバス釣るのもなかなか難しい、まあ修行みたいな兆候になると思うんですけど、なんとか一本絞り出せるよう頑張っていきたいと思います。カバー打ちとかやりたいんですけれども、おそらく今日はもうディープの釣りになるかなということで、魚探とにらめっこしながらですね、魚に近づいていこうと思います。最後まで動画をお楽しみください。いや寒いっすねしかも今日風が強いんでかなりやりづらいですけど、こんな中一本釣れたらマジ嬉しいでしょうね。去年ちょうど同じ時期12月のこのぐらいじゃなかったですかね、一回氷川ダムに来てたんですけれども、その時は確か水温8度ぐらいじゃなかったですかね。なので今とその時と比べると今日はまだちょっとだけ水温が高いと思います。まあ、この時期のセオリーとしては浅いところよりも水温の安定するボトムディープですねに魚が移動してるんですけれども、体力のあるでかいやつっていうのはまだ浅輪に残って捕食してるからですね、ちょっとこの辺りやってみたいと思うんですけれども、今このボートポジで 2.5 メーターですね。やろうと思ってるのはもうダムサイトの結構深い5メーターとか8メーターとかあの辺りを中心にやっていこうとは思うんですけれども、ちょっとこの辺りも入念にやってみたいと思います。あー、バレた！マジで！おったなー、マジか、マジか、
でもちょっと今ので希望が見えてきましたね。ゴールドディガーでちょっとドラッギングしてみます。ベイトフィッシュの反応が全くないんですよね。海遊のルートから外れてるだけなのかもしれないんですけれども、やっぱりベイトフィッシュはキーになると思うんで、ベイトフィッシュ見つけたいものですね。リトルマックス、これ8分の3かな、2分の1じゃなかったはずです。8分の3。お、すごい鹿ですね。バンビー。あ、つがいかな。すごいでかいですね。こっち来ないでね、こっち来ないでね、こっち来ないでね、こっち来ないでね。おー、バイバイ。怖っ。
来た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 、やったやった釣れた。おったな。ゴールドディガー600ですね。よかった釣れた。ジャスト40ぐらい。ひゃー、いや本当にありがとう、ありがとう本当に。じゃあね、ありがとう。ああよかった釣れた。じゃあそろそろ釣り終了の時間なので、最後、スロープに戻りながらこのストレッチをですね、まあ、さっき釣れたストレッチもう一回、ゴールドリガー600で流しながら、スロープに向かいたいと思います。よし、釣り終了ですね。じゃあ今からスロープに向かって、片付けしたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということでですね、ボートも無事片付けて帰る準備ができたので、日からも出たいと思います。なんとか今日1匹ですね、ゴールドディガー600のドラッギングで釣ることができました。いや、もう本当に坊主になるかと思ったんですけれども、なんとかですね1匹釣れてくれました。ちがめちゃくちゃ暗いですね。去年はこの時期に日からダムに来て坊主だったので、なんとかリベンジが果たせたかなと思います。これからどんどん寒くなっていって、もっと釣れなくなっていくと思うので、なんとか一回一回の兆候で一匹ずつぐらいはバス釣っていきたいものですね。ということで今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。